監視をベッドサイドのテーブルに小足を下にしておきます。静止部位の関節を調べます。MCP、IP 関節の局所解剖は単純です。指の背側にある心筋腱を確認します。死入部位は関節裂撃部で心筋腱のすぐ内側、または外側にあります。